おやあれは <laughs>。なかなか興味深い連中じゃないか。やあ、お嬢さん。そんな困った顔をして、どうしたのかなおっと。これは失敬楽しいポーカーの邪魔をしてしまったようだ。僕はこれで、失礼するとしよう。 んどうしたんだい服の袖なんかつかんで。ああ、そういうことか。やっぱり気が変わった。そこのお嬢さんの代わりに僕が相手になろう。君が勝ったら僕の手持ちもお嬢さんの手持ちもすべてあげよう。ただし、僕が勝ったら、 先ほどのお嬢さんの掛け金は返してくれよ。いいね。お、異性がいいじゃないか。じゃあ、始めようか。えー、本当にいいのオールインで。ここでホールドしておいた方が身のためだと思うけど。<laughs> それだけ自信満々だと、さすがの僕もひよっちゃうな。それじゃあ僕も、コール。君は、フルハウスか。惜しかったね。ん僕はストレートフラッシュだ。これで、君の賭け金とお嬢さんの賭け金、すべて僕らのものだね。 その顔は何だい再選をご所望かなそうか。じゃあ僕らを追いとまするよ。さあ、お嬢さん、行こうか。はあ、まったく君は、ホテルにいないと思ったらこんなところにいたのか。勝つならまだしも、騙された上に負けてるし。ほん、 ちょっと、君からは目が一瞬たりとも話せないね。あ、怒ってないさ。大丈夫。ただ、面白くて見飽きないなとは思ってるよ。さてと、そろそろ帰ろう。だんだんと闇も深くなってきた。これじゃ、いつ襲われても。ほーら、言わんこっちゃない。もう奴らが迫ってきた。 ああ、さっきのカジノの連中さ。きっと、僕と君の正体に気づいたんだろう。僕がイタリア、ナポリを牛耳るマフィアのコンシリエレで、君が僕の恋人だってことにね。なぜコンシリエレが狙われるかってよし、それは後で説明してあげる。とりあえず走るよ。まずは奴らを巻こう。もたもたしないで、命が惜しいならね。 ここまで来れば、ひとまずは安心かな。はぁ、あ。今宵は月を見ながらバーボンでも、って思っていたけど、無理だね。もう少ししたらここから出て、一旦セーフハウスに身を潜めよう。ああ、大丈夫。シチリアのセーフハウスは、ごく一部の、しかも、上層部トップの人間しか知らないから。 にしてもまさか、バカンス中まで隠れんぼする羽目になるとはね。おっと、もう追ってかここを嗅ぎつけたらしい。まるでマフィアに飼われてる警察犬だな。さ、立てる。また少し走ることになるけど、大丈夫かなうん、いい返事だ。じゃあ行くよ。 夜中だからって、むやみやたらと発砲するのはやめてほしいな。冗談が見事にヒットしたらたまったもんじゃない。次の角を左に行くよ。人混み紛れて脇道にそれよう。はあ、少しの間、ここで身を潜めよう。セーフハウスまではあと少しだからね。もう大丈夫だよ。さあ、あと少し、頑張ろうか。 はあ、やっと少しは落ち着けるね。大丈夫、じゃないよね。巻き込んでごめんね。さっき聞いてただろなぜコンシリエレの僕が命を狙われるのかと。答えは簡単だ。組織を混乱に陥れるためだよ。ボスの右腕。的の名をブレインと呼ばれている僕が死んだとなれば、 組織は慌てるし、警備も手薄になる可能性がある。その隙をついて、ボスを殺す気じゃないかな。まあ、そんな簡単に僕らをやれると思っているのなら、大間違いなんだけど。ちなみに、追っては外部マフィアの息がかかったシチリア警察だよ。世も末だよね。まあ、僕が言えたことではないんだけど。そうだ。 今度は、この台無しになってしまったバカンスの詫びでもさせて。次こそ、君を巻き込まないと誓うよ。あは僕と一緒になるって決めた時に覚悟してた。ねえ。ほんと、君ってずーっと見てられるよね。いやあ、もちろんいい意味でね。少し早いけど。 そろそろ寝ようか。また明日の朝にでも作戦を立てなきゃいけないし、ボスにも一本連絡を入れたら応援をよこしてくれるらしいから、待ち合わせ場所も決めなきゃね。このシティリアから出れば僕たちの勝ちだから、あと少し、踏ん張ってくれ。うん、いい子だ。一緒にナポリに帰るためにも、早く寝なきゃね。 どうしたの何か引っかかることでもあ、はあ、カジノでのことね。最初知らないふりをして近づいたのは、もちろん演技。敵を騙すには、まず味方からって言うだろ。だから君にもそっけなくしなくてはいけなくてね。寂しくさせてしまったんなら、ごめんね。敵を煽ってた 僕がほんと。君は僕のことよく見てるね。確かに、必要以上に煽ったかも。でも、それは君にかっこいい姿を見せたかっただけで。も、もういいだろほら、早く寝るよ布団かぶせるからね 何も心配しなくていいどんなことがあっても君を守るから安心しておやすみ動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ